どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。今日はね、皆さんのおかげで、3万人突破いたしましたっていうことですね。はい、ありがとうございます。ね、3万人あっという間だったかな。まあでも早かったと思います、自分の中の体感ではね。はい、なのでおかげさまでね、もう初めて1年とごめんなさい、どのぐらいやってるのかな。でもね、1年ちょっとやらせてもらってて、本当にありがたく、3万人迎えることができました。で、動画の中でもね、時々いろんなコメントをもらう中で、まあ、やっぱりね、ちょっとね、こうなんだろう、先生目線っていうか、ちょっと上から偉そうになんか言ってることがあるんじゃないかってね、言われたりすることもあったんですけども、もちろんね、自分の中ではみんなに教えようっていうよりは、まあ自分の体験なんですよね、本当にね。それでこんな風にしてますよっていう話がね、少しでもできたらなっていうことと、あと自分にできることって皆さんに教えることじゃなくって、皆さんの中に選択肢をどれだけ増やしていけるか、ね、これは、今ね、新しく自分がこれからトレーナーさんの中で課題になってくるなと思うのが、これトレーナーに限ってことじゃないですけど、ワンちゃんとの付き合い方ももちろん時代によって変わっていくし、その中で、関係性や付き合い方が変わっていくのは全然悪いことじゃないと思いますね。なので、自分もね、どんどん、情報発信していきながら、感じたことや自分が思ったことを話していきながら、またね、自分教えるところがね、やっぱ教わってるところが非常に大きいんですよね。皆さんのコメントに非常に育ててもらってて、このね、1年ちょっとなんですけど、始まった頃とだいぶ考え方もしくはやり方、変わってるものがたくさんありますね。これもね、皆さんのおかげ、必ずね、いい方向に変わってると思います。で、これからもね、皆さんの刺激をたくさん受けていきながら、で、自分もね、どんどん皆さんのね、そういう刺激になれるように、いろんな情報をね、発信していきながら、皆さんと一緒にね、ワンちゃんと本当にね、どんな風に付き合っていったらいいのとか、ワンちゃんと一緒に築ける幸せの形ってどんな形があるのかなとか、何がベストっていうものは、もちろんベストなものが分かればそれが一番いいのだけれども、もちろん分からないで模索している、それが一番楽しい。で、特にね、子犬、やんちゃで悪魔じゃないですよね、本当。でもね、そのぐらい本当ね、大変だなって思う時期があるんですよ。で、その時期も楽しく乗り越えて、その上、その後の関係性もハッピーでやっていくために、本当にね、いろんなこと考えてやっていけたら一番いいのかなと思いますので、自分もね、正直に言うとね、皆さんの甘噛み治りませんとか、吠えるのが治りませんとかっていう声を聞くたびに、次自分が何を試せるかな、どんなことできるかなと思いながら、いろんなワンちゃんの性格見ながらやっていって、皆さんにね、どんどんいろんな新しい情報をね、更新していけたらいいかなと思いますので、次4万人目指して、ね、どんどん今以上に楽しく、で、自分的にはやっぱりどんどん実践的な動画を出していきたいかなと思いますので、あ、もちろんね、保護犬、カゲトラもやってますけど、そういったものもね、目標を持ちながら、きちんとね、一個一個こなしてやっていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。